はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。続きをやってまいりましょう。現在陳留からですね、巨匠攻め込まんとしております。曹操はなんとですね、巨匠徐南から兵を重臣に派遣するというですね、思い切った行動を起こしております。ここは我々動かざるを得ない、動くしかない、これが釣りだとしても動くしかないんだというところですね。呂布、張良、高順らですね、こちら遠回りして長者、ここら辺からですね、巨匠入っていこうかと思います。今6000だけですけども、これですね、焦って歩をですね取らずに突っ込んでいって、大体ろくなことがないんで、しっかりとですね、迅速に取っていきたいところでございます。旅令機がですね、こちら控えております。この4部隊が行った後進めたらいいなと思っております。また勇猛なる弟玄与、玄与もですね、このままこのルート、こちら妖火ですね、ファースト様妖火、キラキラネームという感じでですね、前回お伝えしましたが、どうでもいいですね。ということで今回巨匠取れるのか取れないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、計らずもですね、ファーストサマー妖火というですね、わけのわからないパワーワードが生まれてしまったんですけども、我々ですね、結構ですね、コメントでもいただきますけど、私ね、兵糧消費が激しいとよくね言われております。すぐ兵出しちゃいますから、私すぐ兵出して、とりあえず張り付いてね、いければゴーみたいな感じのやり方なんですよ、私。とりあえず出しちゃうんですよね。綺麗に周り取ってから一気にズドーンじゃないんですよね、私。出しちゃうんです。出してなんかいろいろ作っちゃったりするタイプなんで、まあズドンとね、そのままいければ行くんですけどね、大体いけないんですよね。一応ですね、今回の原白子シリーズではですね、結構部が成長しまして、何気にね、もう16年ぐらいやってるんですよ、これ16年、だいたい1話あたり1年やってるわけですね。なので部が、人口がかなり上がってまして、開発は全然なんですけど、人口だけは上がってるんで、なかなか税収がいいのかなという感じがいたしますね。これ多いのかな、収入。まあでもあれか、曹操からもらった負の方がやっぱり多いですね、収入は。開発量かな、やっぱり結局は。うん、まあ、あとはですね、極級、超級、上級って全部これですね、ほとんど別ゲーのゲームバランスですからね。できれば極級でもね、先方発動はしたいんですけどね、まあ、したいんですけどねって、できない仕様なんですよね。あれあったらいいなと思うんですけどね、あれあるとないとじゃ本当別ゲーですもんね。さてでは行軍してまいりましょう。藩主ちょっと見逃しちゃいましたね、これ詰められてましたね、主さんに。これはいけませんね、こういうボンミスいけないと思っているんですが、ですよね、一撃ですよね。うわ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 、捕獲持ってったのに捕獲されちゃってんの、これ。待ってろよ、すぐ助けてやるから、どうせお前寝返るんだろうな。あ、受信行きますね、いいですね。あ、で観念ファーストサマー取るんだ。聞いてください。いや、これ観念ついてくるぞ、これ。勇猛なる弟にこれ観念を襲わせよう。まさか負けるなんてことはないだろ、6000対1000で。曹操軍このまま進むのか戻るのか。あ、戻るんかい。戻りまくるじゃないの。あららららららら、これはいけないな。これはちょっと私たち行くの早かったかな、やっぱり。聞いてください、もうちょっとね、呂布に近寄らせた方が良かったかもしれないですね。これは下手打ったか。がぜん難易度がですね、上がってまいりました。ちょっとまずい展開。ん、ちょっと待ってください、ちょっと見逃せない動きがありました。今長安、長安じゃないな、道館、道館、函谷関行くか、これ突破できるな。いや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 、これ函谷関取られたらちょっとやばいな。そうなると
このコロー館から私たちね、タイガーだから、これタイガーの土地ですからね。こっちからタイガーチャージ、全門の虎、肛門の理覚ですよ、これじゃ。いやいや、そういうのいらないんだよな。すんなり落葉を取りたいんだよ、焼き払いたいんだよ、ここを全部。うん、その前にですね、まずは巨匠ですね。これ難しい感じになってまいりました。死者がお待ちです。何ですか、演術死者。また賢者でしょね。はい、あげません、土地はあげません。もう今となっちゃう、あげても別にいいですけどね。余筆でですね、この機動力を生かして余筆で取っていきます。まさか呂布にですね、襲いかかってくる馬鹿いないだろうと進んでいるわけですが、これだけの兵士数が戻ってくるとちょっと話が別。それか呂布をおとりに一気に攻め入るか、そんな感じになってまいりました。さて11月上旬、あー全然治らないね、これね。仮病だね、これ。仮病だわ、これ。全然治す気ないもん。軽症だよ、だって軽症。軽症でずっといるのに全然治んない、これ。あら、これ出せないじゃない、牧羊から。で、陳竜がスカスカなんですけども、図らずもですね、また図らずもなんですけど、これ攻めてるおかげで多分、こっち来ないですね。これは。来れないでしょ。なので、落葉から後ろを取られることは多分ない。このまま進めばいいという感じですね。ヨナンがどれだけ出してくるかというところ、もう出すんじゃないですかね。さあ出てくるのか、巨匠。出てこない。ではですね、呂布がガンガン進みましょう。林園から新旧へ向かって進んでいきます。強引に呂布で歩を取っていく。でこっちに来るのか、呂布隊に勝てるのか貴様。お、罵声だと。一騎打ちだ呂布、一騎打ちすればこんなんすぐ勝てるぞ。聞いてください。呂布に2部隊引きつけられたんで、ここでどうするか。出てくる武将はおそらく関寧は出てきますね。それくらいかな、関寧くらいですね、怖いのは。行っちゃいますか。とりあえず関寧が1万ぐらいで出てくるかもしれない。これはあるかもしれない。まああと何部隊かですね。で残った歩は2つ、勇猛なる弟でまず陳は取れるんで、残りは新旧だけですね。これはいけるんじゃないかな。ん、そして流氷勢は序南ですね。これで序南からの援軍もない。我々自力で巨匠を攻めればいいだけ。行きましょうか。では勝負、陳竜包囲に向かってみようと思います。ちょっと私にしてはタイミングが早い。曹操は出てくるのか来ないのか。出てこないな。兵力差がちょっとあるかな。あ、呂布やばいぞ、混乱食らったぞ。混乱だけはダメなんだよ。あーで林営取るんかい。あ、これうまくあれだぞ、食らうぞこれ。平坦切れ。聞いてください。おい、呂布ともあろうものがこんな文官みたいなの二人に囲まれてやられちゃうの。そうそう、出てくるかどうか。いよいよですね、巨匠攻撃を始めます。うん、ちょっと出るな。ちょっとじゃないわ、1万も出るわ。この1万はおそらく関寧がいますね。関寧1万か、やばいとこ出たな。で、曹操君、何調子乗ってんだ。順位倉さん、絶対返さないって、これは。君たちが滅亡するまで返さないんだよ。だから返すことはないんだ。吉報をお持ちしました。うん、その槍じゃない。欲しいの、その槍じゃない。で、呂布が退却指示成功ですね。いい感じですね。ここはいい感じ。で、私ね、考えました。いつも兵器結構固めて突入させてるんですけど、ばらかしました。ばらかす、うん、ばらけて突入させる。そうすることによってですね、的を絞らせない。これがうまくいくかどうか。お、じゃあ肝心へ、そこじゃねえよ。うん、でもこれ両雷が入るかな。両雷入って2000。うん、ちょっと足りないな。うん、一騎打ちだ。関寧高順一騎打ちかけられましたね。
これで勝てば巨匠落ちるかどうか大きな一歩となろう。いやでけえな鈴の観念でけえな武力鈴の観念でかいわ。神栄の名は伊達ではない。あー工事の固有蔵じゃないから勝てないぞこれ。待ちこい。いいなあのビラビラ頭のビラビラいいな。あー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 相手にならねえ。まだ眼剣だからこれ怪我しないでしょ。眼剣だからこっちは怪我したって言わないでしょ。傷を負うと何の眼剣だそれ。何のための眼剣だ。で呂布さんいいっすね。これ属下が全く発生してない。城の横でも発生しないんだ。下手したらこれ観念平坦切れ。ほら観念平坦切れだやったぜ。でちょっと待って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 、なんでこれみんな家計失敗してんじゃん。これ失敗しすぎやろ。これ燃えちゃってるじゃないの。え、ここも平坦切れ。あー、え、そんな、あ、一応巨匠から離れてるのか。呂布さんのあれだ、褒美か。退却指示こんなにいいことがあったんだ、やば。じゃあ呂布さんどうしようかな。このまま巨匠攻撃でいいか。なんか観念に行きそうだけど。でこの炎ですね、燃えちゃってるのどうにかしないと。承知。この2体もちょっと嫌ですけどね。で前走は燃えてないという感じですね。一旦こっちにこう回っていきましょうか。任せてくれ。いや呂布の使い方って本当奥が深いですね。なんでしょうこれ、ジョジョでいうところの虹村奥安みたいなね。強引に空間をゴリッと削り取って一人で3部隊ですよ。この状況で3部隊平坦切れを生み出しましたね。いやー奥が深い。もうちょっとあれですね、呂布使い方講座ですね。使い方講座じゃないけど使い方研究したいですね。飛翔はやっぱりね呂布しかいないから使うとこがねあんまないんですよ。あとチンギスハンか。うん、チンギスカン。んこれはこの女性。え、命を捨ててでもやってみせる。ああそうか、女性あれだ、兵器じゃないんだ。あ素晴らしい、議場の刑で還元。あ還元だもんな、よく見たらそうだ還元だもん。到着しました。理覚からの使者何ですか。落葉攻撃、攻撃要請だ。お任せください。今曹操勢と戦ってるからそれね、もうすぐですよ。めちゃめちゃ達成できるからそれ。あ一回下がるのね。そうだよね、一回下がるんですよこれ。よーし、巨匠耐久半分となりました。城兵は残り4000を切る。耐久は間もなく1000を切る。742、残り742耐久。一気に投石、保湿の投石で決まりました。巨匠陥落でございます。私にしてはですね、なかなか強引な取り方いたしました巨匠。さてここでですね、捕虜がなんと16人。ホワイトタイガースのドラフト会議だ。一番欲しいのは誰かな。随分曹氏多いですねやっぱりね。曹操のところが当たり前か。うん、あんまり欲しいのいないな、まあ、普通に加工士の応援とか、うん、そんなとこになっちゃうけど。核融資もういるんだ。そうか、もうそんな年代か。随分年代進みましたね。特にいないですね。曹操のとこも人材が枯れてきたか。いや加工園とかいるはずだ。まあ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 、そんなこんなね言っておりますけど、フォリオ16人、タイガースへ入団するか。ホワイトタイガース、私に向かって使えろなんて随分下心があるのね。当たり前だろ、下心しかないわ。まあ弁士とかは来ないですからね。誰も来ないやないかい。入団者ゼロやないかい。全員ダッグアウトだわ。全員ブルペンだわ。ブルペンに縛りつけておけ。すぐ隣を球がビュンビュン通るようにしとけ。ご確認ください。バッターボックスのところに縛りつけておけ。一方ジョナンですね。劉表のジョナン攻略、かなりの部隊数でございます。俺は曹操どう受けていくのか、今のところ動きはありません。
女性都市に入りまして、還元ですね。すごい魅力が1いたんですね。徳王様よりこんなにひどいやつが、還元で君主でやるのもかなり辛いですね。もうそういうのはやりたくない。でも東洋、そんなやつが来ないのか。しょうがない、縛りつけとけ。同じようなやつだ。関内撃破、関内撃破からですね、あとはここにいる定杯だけですね。定杯で合ってたっけ。定比ですね。肺現象とは字が違うんだ。肺現象の肺とは難しいな。三国志は本当にいつまでたっても読めないよ。決まりだ。これでさすが長領、その耳に刻み込め。素晴らしい。そして巨匠はですね、ご確認ください、陳橋を移動させて、大衆が監守持ちですね。これにて16人逃げられない。しかしこの16人がですね、なかなか固くてですね、還元以外は中世100ですね。あと半年ぐらい経たないと厳しいかもわからないです。原始還元、還元来ましたね。雇ってやりましょう。でここですね、あ硬そう。もうメンツがちょっと強そう。これはちょっと強いな。すごいじゃんこれ、線がもう線ビシビシですよこれ。俺は劉表勝てない、絶対勝てない。これ強い強い。これはうわー、あっという間になんか3部隊ぐらい消えましたね。新義録の子新郎が成人し、元白子軍に加わりました。くれぐれも頼んだ。新郎は後々ですね、結構あれですよね、政治の中枢に、権力の中枢に入っていって確か死にましたよね。見切り発車ですけども、もう序南行きますか。これおそらく劉表はダメだと思いますね。この兵器が刺さればわからないですけども、その前にこの5部隊によってですね、殲滅されそうな気がいたします。ただ殲滅しますけども無傷ではいられないでしょう。そこを我々がついていくと、漁夫の利だ。漁夫の利を漁夫で行くんだ。漁夫の漁夫ということで進みましょう。どうしようかな、もう兵器も出しちゃおうかな。こうやって急いだ時はろくなことがない気がいたしますが、行っちゃいましょう。ほぼ先ほど巨匠を攻めたメンツですね。さてどのルートで行くか、歩を取らなくて大丈夫なのかどうかですね。まあ最短で進んでいきましょう。ジョインは取る感じで進んでまいります。そして徳王様出陣、あやっと治りましたね。仮病がやっと治りました。ここから出陣ですね。行ってまいりましょう。後方からの駆け上がり、ジョインを一気に取っていきたいところですね。歩を取っていきましょう。出番でね、出番でね。長安動きましたね。これどっちだろう。洛陽に進んでほしくないんですが、違いますね、馬頭の方です。馬頭もねいるんですね。いいですね。うわーなんかすごい連携を見たと今。あ一騎打ち勝ちました。むちゃくちゃやないかこの人たち。うわー、もう誰も城に触ることもできなかった。うわー、いやーもう見えてますね。残り4部隊といえども、もうここほとんどダメージ負わなかったんじゃないですかね。ひどいなこれ、強すぎるな。これ取った方がいいですね、ちゃんとね、歩をね。ということでですね、序南進んでまいりましょう。序南を取ったら楽よ。これで曹操は滅亡。曹操をホワイトタイガースにですね入団させるという、私は夢がある。もう次回ぐらいでですね達成したいですね。なんとか素早く曹操を軍門に下らせるんだ。現在の兵数9万8000減ってますね。割と強行軍ですからね、減ってはいますが、まあ曹操を倒せばチャラみたいなもんですね。
ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはグッグッグッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またGO!